野村祐希、5年目の成績。こちらが現時点での成績です。どうなん？打点だけはあるな。ホームランは去年6本だったからまあ。OPS もっと低いかと思ってた。球場狭くなったからね。エスコンで打ってないぞ。顔がめちゃくちゃ可愛い。村上より打ってるし実質日本の4番。僕にホームランは向いてない。中田翔か意味わからん。打点多いしええやん。打点稼げてるからチャンスには強くね。と思ったけど得点圏打率。1割8分5厘なんやな。ボール球スイング率が毎年 30% 前後。翔さんイズムの継承者や。ハムの4番継承されとるな。野村のおかげで清宮の守備が無駄に評価される。そらもうルックスよ個人的にはまだ22歳やしようやっとると思うけどな。他ファンだからそう思うのかもしれんが、怪我さえなければって言われてるうちにいつの間にか微妙になってるよくある例。周平枠、思ったほど成長してないスペだからしゃあないけど、中だから強打と守備力を抜いたら野村になる。清宮はサード転向してからそこそこやれとるんやなかった？守備も上達しない期待された打撃は年数重ねてもスケールアップしないでちょっと困っちゃうタイプよな。扱い的にも守備位置的にも。ご視聴ありがとうございました。